つぼいのつぼです。まあいろんなことが起こるわけでありまして、はい、ヘンゼルはグレテルさんからいただいております、砂漠気候のエジプトは13日この冬一番の寒波に見舞われ、各地で一時雪が降りました。カイロ近郊でもうっすらと雪が降り積もり、子供たちは大喜び。どこの国でも喜びますね。また珍しい度が高ければ子供はさらに喜ぶですからね、はい、喜びますよね。各地で降雪が確認されたのは、数十年ぶり。カイロ近郊の地中海沿岸の北部アレクサンドリア、北部シナイ半島の一部カイロでは最低気温が5度を記録し、1979年以来だから、だが、軽住宅地が、軽というのはわからんな。住宅地が白く覆われるほどの雪が降ることはごく稀で、100年ぶりの声もありますと。これ、100年ぶりという人もいれば、はい、年代がはっきり、のぶちゃんも100年ぶりというふうに書いてありますし、おまんあずきさんも157年ぶり、それから不思議の国のアンズさんは122年ぶりというふうにして、はい、まあ何やらいろいろばらついておりますが。まあその記録みたいなものも100年前とかになってくるとね、はいはい、そういう記録をつけてるかどうかいう話ですもんね。そういうことでしょう。まこちゃんもね、灼熱のエジプトや中東のイスラエルにね、この大雪が降るなんて信じられませんけども、本当に起きているのですよね。10月にはフィリピンで100メートル近い暴風台風が起きたりと、こんな異常な気象を見ると本当に地球の環境がおかしくなっているのかなと改めて感じます。魔女っ子ハゼドンさんからもいただいておりますが、さっき笠地蔵で落ち着くという話で思い出しましたが、ウリコ姫と天の尺というこの話知ってますかと、この童話のお話になってますが、やっとこれエジプトの人でも笠地蔵のね、はい、お話は理解してもらえそうな感じがしましたですね。例えばどういう笠、はい、傘地蔵ったらお地蔵さんに傘をかぶせて雪をね避けてあげるおじいさんの優しいおじいさんの話でしょ。傘スフィンクス昔々あるところにエジプトにおじいさんとエジプトにおじいさんとおばあさんがおりました。二人はとても貧乏で、今年の冬は越せるかなと思っていました。とぼとぼ歩いていると前方にスフィンクスが雪をかぶって座っていました。大きいな、大きいかわいそうだな。おじいさんは持っていたパピルスで編んだ傘をスフィンクスにちゃんと考えたんだ。俺は考えたのに、パピルスで編んだ傘をかぶせましたいう話や。大きいパピルスいるよ。かなりよじ登らないと、はいはいはい、いかんよ。いかん。だけどそれやったもんやから、夜中にご褒美もらう。あれ、お地蔵さんがの、やってくるんですね。はい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 、でご褒美なんかね、はいはい、お礼のいろんな、こう、食べ物やら何やらくれるという。そうそうそう、スフィンクス来たら、ズシン、ズシン。大きい音は。大きい音きますよ。大きい音しますよ、はい、それは。ねえ、そういう話も今後、ないでしょ。エジプトの子供たちが夜寝るときに、そんな話を聞かせてもらえるんじゃないでしょう。ないでしょ。でもあれですね、今写真、雪にこう被ったスフィンクスの写真見ましたけど、うん、雪に被ってるだけで南極物語に出てくる犬ぞりね、ああいう感じに見えますね。ああいう感じに見えますね。はい。スフィンクス、お前を乗せることはできない。僕たちはこれで日本に帰るけど、元気でいてくれよ、スフィンクス、さよならと言って、船はナイル川を下っていきました。ナイル川ね。ナイル川もちろんや。考えてるの、私も。めちゃくちゃ口から騙せと違いますよ。出任せだわ。あら。全部出任せだわ。そうですか。はい。ね。子供たちが、でも大喜びで。大喜び。雪だるまを作ったって言いますけど、それこそ雪だるまをエジプトの子たちは、普通はほら、雪だるまも作ったかもしれないけど、まず雪エジ、雪ピラミッドね。はい。絶対作ってるはず。雪ピラ。雪ピラ。はい。絶対作ってるはず。作ってますよね。あと雪ミイラ。雪ミイラ小高さん、口から出まかせとったらいかにも放送で。これは絶対作ってます。作ってんの？絶対、誰が作ってるはず。どういう形してるんですか？横たわって白くぐーっとこうやって、なんか硬直したように、なんかあるわけ。まず子供が横たわってね、そこに雪くっつけてね、雪ミイラって言ってる子いると思う。はい。海水浴と砂とこうやって埋めてね、なんかやると分けちゃいますよ、それ。いると思う。雪ミイラね。絶対いると思う。ああ、はい、なるほど。あると思いますよ。雪ツタンカーメンね。雪ツタンカーメン。はい。雪の仮面、はい、黄金の仮面で雪の仮面というやつですよ。あとカイロでカイロっていう大人もいると思う。あ、カ
カイロで、カイロ寒いから、ポケットの中にカイロ入れてるという。そういう大人もいる。カイロでカイロ。はい。タンクにも使えるね。カイロでカイロ。カイロでカイロ。もういいですよね。はい。はい、もうないですか？もうありませんか？まあいいじゃん、120年ぶりなんだから、このぐらい。雪の砂漠を。月やそれ。あ、いいじゃん。雪降ってる砂漠や。ね、そんなところ、はい、ラクダが行くわけや。ね、ラクダさんもそうでしたよ。写真ありましたけど。びっくりするわな、こんなの、ね。あの、エジプトでもまあ夜は寒いって言いますけど、うん、あの、はい、ただ雪はなかなか降らない。降らない。本当はね、はずなんですよ、ね。小田さんね、朝行ってて。あのね、ピラミッドはね、雪が滑り落ちやすくなるためにね、そうそう、ああいう形してある。よかったね、あの形で。雪下ろしせなあかんかったら大変だよ。はい、あれ、はい。ギリシャ神殿とかだったら大変だったよ。そういうことやわ。はい、ね。だからエジプトの人は将来雪が降るだろうということを予測して、ああいう形にピラミッドをいたしましたという。してない、してない。してないですかね。そうじゃないです。はい、大変ためになるコーナーでございました。はい。